いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスら我が物として操るか。あるいはこのモヤこそそなたたちの窓だ。関門を越えた私はもはやためらいます。皆の者、我が宝具となるかさそぎを撃て。剣心様、あなた様と共に会えるだけで私は。さあ左右の陣を指示せよ。これらを落とされればハサミを撃たれるのみぞ。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。さらば友情無敵なのに。死にたがりが押し寄せる、なんという世の中か。やったー、俺は目立ったん。今誰かいなかったのか。お前の勝ちなので耳を澄ませましょう。お任せくだされ。剣心様のお手を煩わせるわけにはいかない。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影と敵を惑わせるのです。そうそうやったら、もう容赦はしない。断言しよう、この世で最も高潔なるは剣心様と。ほどほどにしてね。怖がる敵が僕の方に来るよ。時折見せる蛇のごときあの瞳、直視ができぬ。なんてことだ、私が遅かったばかりに。毘沙門を揺り起こす覚悟あります。国に帰れるまであと一息、踏ん張りどころだ。武力、俺たち数千人分。バカ、壊れてやがる。今日の天海様はね、一層怖いな。強いですね、剣がざわめくほど。それがしが本性かどうか、その身で確かめるがよい。あなた様の振るわれる宝具の中に、私無論美しき毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。立ち金の向きを直すべき頃合いです。私などは最良の宝具と語ってくださった。その思いに応えるため、貴様を倒す。時勢の句を読み終えるまで待ってくれ。おいしいわ、せいに。たまに姿が見えない時があるけど、今回さ、どこへ。カスナの日和を待つのです。燃え尽きるよしです。いてつくもよいでしょう。この程度俺たちがこらえてこそ勝ち目が見えるんだ。案ずるな、軍神のご加護を信じるんだ。どうやら拙者、この戦場にて進化せねばならぬようだ。あなたのような方からこそ多くを学ばねばなりません。さあ教えてください、人を慈しむその心を。なんだ、一体何を言って。少なくともそのも僧侶のものではない。戻ります。美しき私の方がしとやかにめでられることも待って、そなたも承知いたしました。
剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。ムクロが並ぶ、この世で最も嘘のない光景ですね。おお、ハスだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。乗り越えず者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。なぜあなたほどの方が嘆いておられるのです。あなたほど人の心を知る者もそうはいないでしょう。迷い子よ、私をそう評しますか。そなたの言葉刻ませていただきましょう。鏡表に明けきの光、はあ、一条の春夢。どうぞ吉田信長公。ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。